キャビアみたいと言ったら、キャビアみたいだな。チョコレートがこの中入ってる。あこんな。チョコはエース？上にかけれるか、うん、あはい、こっち待ちに待った機械が復活しとったっすわ、うん、ちょっとカップだけどチョコだけで、うんうん、チョコ全然甘くないな、うんわからんわからんあ、でも美味しいね、美味しいな、美味しいね。俺あのリオで30円ぐらいのようなチョコのケーキがある、うん、アイスがあるが棒の、うん、もうチョコレート色の袋があるから、うんうんうん、チョコな、うん、変わらないちゃくちゃ味がいや、あれもだってチョコの味するね。うん。うん。これもチョコの味がする。うん。いや、そうやけど。やっぱお上品な。うん。やっぱり、乳液の量とは言うことが違うな。うん。美味しい。わからん。うん。いや、あの、バニラみたいにさ、うん。濃厚さとかなんとかあるが、うん。あ、あれはやっぱチョコやけ。かけされる。なんか、な、何、なんか、うん、濃厚さはないよ。上品しか出てこんかったろ、うん、うん、バニラアイスにこうチョコを混ぜとんねやろね、うん、知らんけどなんかあれよな、うん、量もこれぐらいでええな、うん、これぐらいうまいよ、うん、チョコレートまずいチョコレート食ったことないもん、うん、分からんけね、うん、甘いはうまいだけど、うん、甘いはうまい、うん、コーンがないんかね。コーンはありませんけど、だけ多分よまかんのだろう。なんかちょっと柔らかいで、あ確かにね、やばいよ、柔らかい、うん、うん、すぐ溶けるね、これ、うん、普通のコーンであったら、うん、なんか他の言葉がない。そういうのはいらんのですよ。上品以外はない。いやいや、俺はもう説明したで、うん、俺はそんな説明になってないじゃん。いや、あのディオのな、うん、でここにあのアイスの、うん、このアイスですってやっと出してや、あ出してや森永さんどこか忘れたけど多分、うん、月さんが呼んのこれ、うん、ディオで40円めちゃくちゃだな味のわからん音高級なチョコレートで作られてるんだろうと思いますよ、うん、これは。やろうな、うん、甘くないですもんね、そんなに。ああ、そんなに甘くはないな、うん、うん、あれもそうよやりたい言うなそれもあんまり甘くはない。甘くない、うん、甘くなくて、あの硬いカチコチ、わかる。小豆バーほどじゃないけど、うん、カチコチ、うん、ああいうやつは硬いけどね。硬いだろ、うん、余計なものが入ってないけど、ね、砂糖とチョコしか入ってないけど、うんうん、カチコチだけ、うんうん、うまかった、うん、確かにな、あれな、うん、まあ、あのチョコレートが溶けたような感じだな、うん、うん、うまいな、うまい、うまい。でチョコは買わなかったですね、うんうん、あ、その試食ただでもらった、ただ試食の試食の何て言ったこれ、知らんす、なんかパウンドケーキみたいな、ちょっと作ってみてください。それチョコじゃないでしょ、ケーキにチョコがかかってる、うん、どんなやつ、うん、カステラ、カステラ少なすぎてもうすぐ飲んでしまったなんだろうな、あ、試食、チョコがかかった、いちごチョコだったんだな、気づかん、気づかんかった、なんかなんかぬるっとするのが出てきたな、おいおいおい、ああ、うん、
もうちょっと食えば上品さんに気づいたのかもしれんけどな、うん、ちょっと上品さんには気づかんかったわ。あ、いちごじゃな、いちごの味も気づかんかった。いや、今鼻からずっといちごが、おいおい、いちごの味が抜けよう、いちごの味ですそれ、うん、まあこれも良かったですよ、食べれて。ここのチョコが、まあそうだな、クレームが、うん、よっさんおらぬが残念ですけどね、うん。